今回の展示なんですけれども、べらぼうな岡本太郎展ということで、今年太郎さん生誕110周年の年なんですけれども、太郎さんの結構口癖でべらぼうっていう言葉をよく使ってまして、太郎さん自身もすごくべらぼうなんじゃないかっていうふうなことが始まりで、今回このような展覧会をちょっと企画させていただいた形になります。太郎さん、すごく赤を好んで使われていたっていう風なところがあるので、今回最初の部屋をちょっと赤の部屋ということで、かなりインパクトの大きいお部屋になってます。で、最初の部屋は太郎さんの初期の活動ということで、最初画家として出発したので、初期の油彩の作品をこちらの部屋では多く展示してます。原色が多いですよね。そうですね、太郎さんのやっぱり作品の特徴としてすごく色使いがすごく鮮やかっていうところがありますので、すごく見ていていつもちょっとこう元気が出るというか、そういう作品、特に油彩はそういう絵がすごく多いかなと、はい、これはまたすごくシュールな感じですね。もうこの頃はかなりこうシュルレアリズムといいますか、この横にあるこのこうふわっとしたやつがこうリボンの象徴っていう風な形にと言われてまして、次 の、 そのイラストでもリボンがかなり象徴的に描かれている。これ結構パリ時代の特徴という風に言われてます、ね、これタイトル犬っていうタイトルで、犬なんですね。犬ですね、このタイトルは。真ん中にちょっとこう首輪みたいな象徴があったりとかして、こういうふうなちょっと可愛いなって思える絵も結構多く描いていて、この犬とか隣のなんかダダッコとかもすごくちょっとなんか可愛らしいなって思ってしまう。ユーモラスですね。そうですね、はい、この廊下もいつも展示会してるんですけれども、今回ちょっとセレクトした写真たちが太郎さんのこう幼少期の頃から家族でみんなでパリに行ったりとかしてる写真、それとあと太郎さんの趣味ですね。すごく多趣味な人だったので、いろいろなそういうちょっとこう楽しんでる写真をたくさん出して、こうそういうのを見ると結構身近に感じられるかなというふうに思いまして、こんなこともしてたんだなというふうなのを写真を通して見ていただければと、はい、思います。なんかこんな髪型の岡本太郎さんってあんまり見たことないですね。これはおそらくカツラをかぶってるんじゃないかと。カツラ、はい、それは後ろに太郎さんの人形が2つ置いてあって、太郎さんが3人いるみたいに見えるっていう、はい、反対側はその太郎さんのプライベートな感じだったんですけど、こっち側はちょっと簡単に太郎さんのこうお仕事をちょっとテーマにしてまして、はい、仕事とプライベートでちょっと2パターンに分けて今回写真を展示してます、はい。この部屋はその最初油彩で始まった画家としてスタートした太郎がいろんな作品にジャンルの作品にこうどんどん手を出していくっていうふうな、そういうふうなことをちょっとこうお見せするお部屋になります。これが太郎唯一の建築物ですね。下になんか足がついててすごい可愛かったりするんですけれども、最初に太郎さんはそのデザインを書いて、それを建築設計会社がそのこう図面に起こして、そして作るっていう風な、ちょっと普通常の建築とはちょっと違う形で作ってるんですけれども、こちらが明日の神話ですね。渋谷のマークシティのところにもこれの大きい作品があるんですけれども、太郎さんの代表作ですよね。そうですね、やっぱ太陽の塔と明日の神話はこう対を成しているといいますか、やっぱり代表作のもだったものっていうと、やっぱり一つ名前が上がるものかなと思いますね。ここはちょっとこうこれまでの作品と打って変わって、こうインダストリアル系といいますか、家具ですとかその日常で使えるようなものをデザインしているというふうなことを紹介するコーナーになります、ね、この真ん中のは何なんですか。真ん中のは顔のスピーカーというタイトルでスピーカーになりますね。左下がそれ植木鉢になってまして、葉っぱ入れるとちょっと可愛くなったり髪の毛みたいで、で太郎さん結構メダルのデザインもよく手掛けているので、その紹介になりますね。ちょっとこう太郎さんってオリンピックにも関わりがあったんだよっていうことをちょっと紹介したくて、今回メダルを展示してます。この右側のが夢の鳥っていう作品で、かなり日常にこう溶け込んだ芸術みたいなものをすごくこう意識して制作してたというところですね。太陽の塔がありますね。
ちらの部屋は太陽の塔をこうメインに紹介した部屋になります、はい、太陽の塔はもちろん、太陽の塔の中に展示されていたものですとかその図面ですね。それから最近結構太陽の塔ってグッズが多く出ているのでそういったグッズ類を展示して太陽の塔のこう当時のことから最近のことまでかなり幅の広さっていうものをこう見せたいなと思って今回展示をしております。すごくいろいろな種類が出てましてもちろんその太陽の塔 の, こう造形をこうきちんと示したものからコップの縁に引っかかる太陽の塔こういうのが商品企画になるんですね。そうですね。すごくこういつもの形じゃないっていうのはちょっと面白くてこれはロボットですね。普通の太陽の塔の形に戻すこともできてこういうロボの形にもできるっていう子供心にあふれた面白い作品ですね。裏が過去で、お腹が現在で上の金色の顔が未来を表しているというふうに言われてます。この裏に顔があったなんて知らない人はいるでしょうね。そうですね。あと地下に昔第4の顔っていうのがこれが地下にもう一個あったっていうふうに言われてます。ちょっと太った太陽の塔。そうですね。こう全然フォルムは違うのになぜか太陽の塔と分かるというのがすごく面白いところでこういう発想がないですけどね。そうですね。まるまる太るまさにダルマ風っていうタイトルで。あ、そうなんですか。そうです。上のこの子ですね、はい。そちらの一番左側にあるのが万博の鍵というもので実際に太郎さんがこう手に持ってにっこり笑ってる写真も横に展示してるんですけれどもこちらが戦士っていう作品でしてなぜここに置いてあるかというと太陽の塔の地下にこれが展示されていたというふうな理由でちょっと今回ここに置いてますね。設計をした人が持っていたものになるんですけれども太陽の塔の中がどういうふうになっているかというふうなことで腕の中にもこうエスカレーターとか階段があってそこをこう通って人々が外に出るっていうふうなそういうふうなその順路がちょっと分かるような設計図をちょっと今回いろいろ並べてみました。これは生命の木 の, スケッチになりますね。太陽の塔の中にこういうふうな生命の木というものがあったんですけれどもそこに昔から今までのこう生物の進化みたいなものが表現されてましてその生物のスケッチになります。ちょっと前の企画で、はい、VR で再現されてましたよね、はい、見ることできます。今年は斉藤と私の2人というの作成になりますが今まで20人以上の大学の先輩方を含めて作成してまいりました。実際ないものを作ろうということなのでどうしてもそう、想像したものを正確に作る技術が必要になるのでその技術を培う期間が一番大変でした。こちらが作中に出てくる無名の人々というオブジェクトの、ブレンダーの素材になってます。で本来は本物の写真が飾ってあるんですけど今その写真というのはどこにも存在しないので時代にあった本物の写真に似たような写真を探し出せるかどうかっていうのもとても苦労しましたし許可とかも必要になってくるのでそこら辺に気を配るものだったりとか作成する点でとても苦労したところが多かったです。はい、図面にはあくまでこの空間がどういう形だったっていうのは、うん、例えばここにエスカレーターがあってとかっていうのは結構書いてあるんですよ、うん、なんですけどこのじゃあ例えばなんですけどこのじゃあ猿のオブジェクトが、うん、ここに猿がありましたとかっていうのは別面にいちいち書いてないので、うん、どうしてもこの一個一個の展示物までってなるとそこまで詳しく書いてないのでとても再現するのは苦労しました。はい、今正面の画面見えてますか。
ね、ご年配の方々は、あ、これ見たことあるんだよとか、これあったんだよねっていう話をしてくださるだけで、あ、作ったものは意味があったんだなと思いますし、逆に子どもたちは、いや全然初めて見ましたとかっていう新鮮な意見もあれば、ちょっと行ってみたかったなっていう意見もあって、いろんな人に太陽の塔に興味を持ってもらえてとても良かったなと思いました。はい、こちらの部屋が彫刻の部屋といいまして、太郎さんの彫刻類をこうたくさん展示している部屋になります。かなり太郎さんはその縄文土器のこの美しさみたいなところにこうものすごい関心を持っていて、たくさん写真も撮っているので、すごい縄文と岡本太郎というのはとても関わりが深いものになりますね。こちらが若い時計台というタイトルでして、ちょっと光っているのが特徴的なんですけれども、ちょっとこう上が時計になっていて、皆さんに時間をお知らせする機能があります。すごい可愛くて人気があるんです。カッパ像っていうタイトルなんですけれども、カッパなんですよ、はい、カッパに見えます。カッパの手をこうパッと広げてて、ちょっと可愛らしい作品になってますね。これさっきのカッパ像とは違うんですか？そうなんです、これはノンという作品でして、またタイトルがノンっていうのはどういう意味なんですか？ノンっていうのは、そうですね、手がこうちょっとこう飲んでこう手が飲んだんですか？だからタイトル面白いですね。そうですね、タイトルはかなりいつもあ、こういうタイトルなんだって結構思うものが多くて、うん、あとこちらの美術館の特徴で、はい、常設展で写真を撮ってもいいんですよね？そうですね、常設展は写真撮影 OK になります。 SNS に上げてもいいんですよね？あ、そうです、もちろんです、はい。なかなかそこまで許可してる美術館はないですよね。そうですね、珍しいですよね、はい、相当こう宣伝にもなるので、はい、ぜひたくさん上げていただければと思います、ね。はいはい、ただ動画だけはダメなんですよね？そうですね、動画だけはすみません、ね。はい、こちらまたたくさん椅子がありますね。そうですね、こちら椅子コーナーで、いつもこちらの常設展示室ではここの椅子は自由にお座りいただけるので、太郎さんの作品を実際に触ってこう体験していただくことができます。なかなかないですよね。そうですね、美術館で、はい、あんまりこう美術館、他の館であんまり聞いたことがない試みなので、はい、やっぱりこう椅子をたくさん作ってる太郎さんならではのこうコーナーなのかなというふうには思います。こちらが一平かの子コーナーといいまして、太郎さんのお父さん一平さんとお母さんかの子さんのことを紹介している部屋になります。こちらは太郎さんのお父さんですね、一平さんで、漫画家としてかなりこう一世を風靡した人になります。お母さん、そうですね、かの子さん、かの子さんは小説家であり歌人で、あと仏教研究家としても活動してまして、小説結構出してますね。こちら一平さんが書いたある夫婦の六体っていう作品になりまして、買い物に行って男の人が荷物いっぱい持っている絵とか、こっち側は嫉妬っていうタイトルでして、こうすごい男の人に女の人が詰め寄ってて、端っこにいる猫がびっくりしてるっていう、そういう、こう夫婦にあるあるっていう風な絵を描いてる作品になります。こちらでは太郎さんの肉声と、あと太郎さんの実際の等身大の人形も置いてあって、結構太郎さんをダイレクトに感じられる場所かなと思います。あ、今回のコンセプトがですね、ちょっとこう大人な感じを表してみようかなと思いまして、この下のテーブルがこのテーブル の, カラーの部分、開けるとワインクーラーになっていて、こうちょっとお酒を楽しむのにぴったりなこう机になってますね。で、あとそこに顔のグラスがあって、こうウイスキーを飲んだりですとか、あと右奥に火の接吻っていう銀色の作品があるんですけれども、あれがライターになってますので、こうタバコ吸うときにあれを使えるっていうふうなことで、結構ちょっとこう大人の趣味のものも太郎さんたくさん作ってますので、そういったところをちょっと今回集めてみた形になりますね。そうですね、こちらからは企画展示室になりまして、年に4回さまざまな企画を行って展示をしておりますので、こちらもお楽しみください。今回は太陽の塔の、当時の、様子から
現在販売されているグッズまで結構幅広い太陽の塔の顔を紹介しているところが今回見どころかなと思っています。で太陽の塔ってもちろんその当時もかなりインパクト強かったんですけれども、現代に至るまでこうグッズにさまざまな形を変えてなっているっていう風なところがこうすごく太陽の塔の魅力であり面白いところかなというふうに思ってますので、そういったところを展示を通して感じていただければなと思います。芸術は綺麗であったりとか、うまくあったりとか、心地よくあったりとか、芸術の三原則です。